声優ラジオの裏かぶり。皆さんこんにちは。声優ラジオの裏かぶり、パーソナリティを務めます指先めくる役、遠山奈央です。この声優ラジオの裏かぶりは、4月から放送がスタートしたテレビアニメ声優ラジオの裏表をより楽しんでいただけるよう、作品の魅力や裏側をお伝えしていくのは、伊藤美久ちゃんと豊田萌ちゃんが担当している声優ラジオの中の人にお任せしちゃって、あちらの番組を表とするならば、この番組は裏として、業界関係者をゲストにお呼びし、作品の裏側、声優の裏側、さらには業界の裏側を深掘りしていく、それがこの声優ラジオの裏かぶりです。そしてアシスタントは、三宅健さんのラジオで AD をやっていた頃は二十歳くんと呼ばれていたらしいこの方。はい、アシスタントの元ラジオ制作芸人の太一と申します。よろしくお願いします。いや待って、ちょ、新情報が多すぎる。いや、その元々ラジオの制作もやってたんです、 AD とか。そうだったんですね、はい、その時に元 V6 の三宅健さんのラジオやってたんですけど、なんかそのラジオがスタッフさんが入って喋るパターンって結構多いじゃないですか、はいはい、で急に現場にその決まって行ったら、今日からお前も中に入って喋るからってバーンって中に入れられて、今こうやって遠山さんと喋ってるみたいに、三宅さんとこう、すごいじゃないですか。それ何年前の話ですか？12年前、20歳、僕畑中太一って言うんですけど本名は、はいはい、で20歳だったんで、あ、じゃあどっちの家でも20歳くんだねって三宅さんが名付けてくれて、へー、じゃあこれ聞いて、あの20歳くんが太一さんだったんだねってなってるリスナーさんがいらっしゃるかもしれないですよね。いたら相当すごいっすね。はい、第3回です。アニメは第5話まで放送されましたね。ついに私演じる指先めくるちゃんも登場しました。やったー。遠山さんでもああいうちょっと性格きつい感じは、ちょっと僕はあんまり印象がなかったんで、あ、確かにあんまりこう、なんだろう、ズバっていうキャラクターはそんなに多くなかったんですけど、結構ディレクションでも、もっと毒づいちゃっていいですみたいな、トゲトゲ言っちゃってくださいっていう。ただ私はめくるちゃん自身にもすごく魅力があるというか、正論言ってるだけなんですよね、一考えとしては。いや、そうですよね、別に間違ったこと言ってないんですもんね。そう、だから最初でなんか嫌われちゃったりしたくないなって思ってたから、そこを大事にやってたんですけど、でもやっぱりファーストインプレッションとしては、みんなこう、あの休みたちの目線でね、感情移入して見てくれてる方たちが多い分、やっぱりちょっと何この嫌な先輩っていうファーストインプレッションも同時に大事であるっていうのも分かるところではあったので、なるだけちょっと毒づいて。いや、でもめくるはね、今のところあ、裏表こんな感じかって思われたかもしれないんですけれども、めくるはまだここでは終わりませんので、この後嵐を巻き起こすかもしれないところでね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。さあ、今回はゲストさんがいらっしゃいます。やったー。声優ユニットサンドリオンから小峰亜美さんと塩入飛鳥さんが来てくれました。わーい。まだ入ってきてないです。あ、まだか、呼んじゃいけないんだ。そう、今呼んじゃった感じ出ましたけど。あ、そっか、なんか今、あ、ごめんね。そう、あの裏話すると、そのブースにはお二人はいるんですけど、ずっといい香りしてんのこのブース。あ、まだか。そう、まだ呼び込みじゃないです。ここは来てくれますよって。あ、台本にも来てくれますって書いてあった、はい、ちょっと笑いこらえて頑張ってました。ごめん今塩入さんがずっと入った方がいいのかな。あ、私あのポンコツなんです実は。そうだ、じゃあまだだ、まだまだいない程度呼ぶね、後でもう一回やったで呼んであげてください。お願いします。番組念願のゲストさんですよ。嬉しいですね。ついについに。でしかも声優ラジオの裏表とはまた関係のない、いや、これ画期的ですよ。すごいシステムですよね。だから今後このアニメにお二人出てくれるんじゃないかって匂わせじゃないんですよ。全く違うんですよね。だからそう、なんだろう、アニメ本当に垣根を越えて来てくれてるんですよね。だからコロンビアさんがスポンサーだから、コロンビアさんのアーティストさんが遊びに来てくれる。いや、嬉しい。よかった。この番組でもどんな話するかわからない、まあ、靴のような番組ですからね。そうですね、前もね、いろんな話しましたからね。よくぞ来てくれました。さあ、そろそろ始めていきましょう。声優ラジオの裏かぶりスタートです。声優ラジオの裏かぶりは、声優ラジオの裏表制作委員会と日本コロンビアの提供でお送りします。いや、遠山さんが来てくれましたって言った瞬間に僕もっちゃ笑いそう。, 笑っていいんですよ。
ラジオネームおむそばてるま様からいただきました。声優ラジオリスナーの裏表。ラジオネームとメールアドレスを複数持っていて、番組や声優さんによって使い分けています。ちなみに僕は5人目です。これいいのいいのこれ。いいんじゃないですか。いいのか。いいんだな。声優ラジオの裏かぶり。改めまして、パーソナリティの遠山奈央です。アシスタントの太一ですちょっと今出遅れました。いや、なんか出遅れましたさあ、今度こそゲストさんをご紹介します。声優ユニットサンドリオンから小峰亜美さんと塩入あすかさんです。どうぞ。お願いします。自己紹介お願いします。はい、サンドリオンの赤色担当小峰亜美です。はい、サンドリオンの紫担当塩入あすかです。あー、ありがとうございます。よろしくお願いします。ようこそ来てくださいました。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。まずは本当にいろいろお聞きしたいことはあるのですが、はい、知らない方のためにサンドリオンさんのご紹介をさせていただきたいと思います。スターダストプロモーション声優部所属の新人声優で作られたユニット、サンドリオン声の力で世界にきらめけをコンセプトに2017年より活動中。2023年に日本コロンビアよりメジャーデビューし、2024年5月8日にはメジャーサードシングルサニーキャンパスが発売となりました。こちらはテレビアニメワンルーム日当たり普通天使付きのエンディングテーマとして起用されております。というわけで改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。我々はね、アニマックスミュージックスさんで面識があったりしますけれども、はい、どうなんですか、なんか出てる時に みんなで話したりするんですか。楽屋挨拶に来てくださって、はい、そう、キラキラのお四方が、いや、もう遠山さんがもうコミュ力がすごくて、もうすごく明るく私たちを、ド緊張してる私たちを迎え入れてくれて、あー、もうすごくもう可愛かったですみたいな感じで、なんて可愛かったのすごい包まれたよね。本当にあの楽屋挨拶であんなにお話ししてくださる方珍しいと思って、そうなの、すごく嬉しかったです。どんな話するんですか、ね、初めてでそんな、でもやっぱりいろんなところでお見かけしてたので、なんかやっと本物に会えたみたいな、嬉しいそんなね感想を言ったりしてて、振り付けとかもその日もあったんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。嬉しい、うん、ありがとうございます。それの感想をね伝えさせていただいたりとか、がっつりお話できるのは、うん、今日が初めてなのですっごい楽しみにしてました。嬉しい、ドキドキしてます。根掘り葉掘り聞いちゃうぞお願いしますでも正直この番組出演決まって、はい、どんな気持ちでした。最初なんか、うん、あのスケジュールがみんなと共有というか、そうなんです、 Google カレンダーでマネージャーさんがポンと入れたりするんですけど、そこに最初あのアスカの塩入りっていう名前だけ入ってたかな、入ってない、いや誰も入ってないか、誰が出るんだろうみたいな最初ざわざわしてて、4人の中で、まあ、私じゃないかと思ってたんですよ、うんうん、小峰ではないよな、なんでなんで、うん、なんとなくその面識がね、あったり他のメンバーとは、ああーそうだ、大地さん言ってましたね。あ、僕はそのサンドリオンさん の, そのお二人じゃない小山さんと黒木さんはアニメ制作時代に会ったことあって、うん、で逆にもう本当に初めてお二人が来たっていう、そのダオでコンプリートだ、いやそうだ、サンドリオンさんに全員会えたっていう、はい、嬉しい嬉しい、だから本当なんでっていう、ね、まさかの二人私が知らないだけでメンバーの誰かがこのアニメに出るからそうそうそう、それで呼ばれてるんだと思ってそうだよね、だ誰も出てないんですよ、ね、誰も出てない誰も出てないんですでもね、2期があったら分かんない、あそうですよね、お願いしますそんなお二人にはいろいろな裏話をお聞きしたいので、ここからはこちらのコーナーをお送りします。声優業界の裏表。このコーナーは業界関係者のゲストさんをお呼びして、さまざまな裏話を聞いていこうというコーナーです。今回はサンドリオンの小峰と塩ちゃんをお迎えしてその呼び方が正しいんですか。塩ちゃんはともかく
小峰っていうのがそうなんです、ね、小峰さんは小峰って呼んでほしいですか。本当にいいの。本当に小峰がすごく落ち着くというか嬉しくて、おうおうおう、とても呼ばれることが可愛い苗字ですしね、小峰って。確かに小峰、そうですね、だからもうぜひもう本当もう小峰ってね、なんかこう年下の方からさ、コミネちゃんとかってお姉ちゃんと合わせてコミネちゃんとか、うん、いいっすね、コミネいいっすね、コミネコミネさんも呼ばれてたり。そうですね、ファンの方からそのメンバーの中で最年長なのでコミネさんって呼ばれたりもするんですけど、でもファンの方もコミネって呼んでたりします、私のこと。そうなの、そうなの、そうなんで今なんで修理さんはなんでってなったんですか。あの馴染みの本当すごく古くから押してくれてる方とかはもうコミネって。確かにさっきコミネのとこ行って話してきたんだけどみたいな感じの方もいます。 あ、渡し会とかね。そう、あ近所のおじさんみたいな人がいます、ね、聞いてたら自分だなって思うと思います。そうか、嬉しいんじゃない言われた方が ね、 ね、今ドキドキしてると思うよ。しおりさんはしおちゃんって。しおちゃん可愛い。そうですね、ファンの方からはしおちゃんって呼ばれることが多くて、うん、メンバーからはでもアスカ、アスカ、アスカ、違うんだですね。あ、でも多分私が昔ブログかなんかにしおちゃんって呼んでくださいみたいな感じで多分書いて、そこからファンの方もそれに応じてくださってるのかなっていう感じがします、うんうんうん、呼びやすいし人と被らない、なんか ね、 あだ名ですよね、しおちゃんってね。そうです、確かに聞いたことないかも、しおちゃんとコミネってないですよね。コミネもあんまり聞いたことない名字なんで同じグループなのかなっていうなんか、ね、温度差がしおちゃんコミネめちゃめちゃ味出てるな。早速めっちゃ面白いんですけれども、今日はね、あのどんな裏話をしていくかというと、テーマは声優ユニットです。おお、うん、このアニメの中でもですね、休み夕日乙女でハートタルトっていうユニットを活動してるんですけれども、そういった作品関連の声優ユニットやサンドリオンさんのような純粋な声優ユニットのお話など、まあ、いろんな形の声優ユニットがあるっていうところでね、あれこれ伺っていければなと思います、はいはい、お二人はね、そういうあのサンドリオンさんの純粋な声優ユニットもあれば、はい、作品関連の声優ユニットもいろいろやられてると、はい、実はそうなんです、うん、伺いましたけれども、はい、このサンドリオンさんがデビューするきっかけみたいなのって何だったの、うん、あ、スターダストプロモーションが声優部っていう部署を立ち上げるぞってなった時の第1回目のオーディションで受かったメンバーでサンドリオン作られていて、なんか噂によると5000人ぐらい覚えたっていう。本当噂なんです、これ噂。5000だって多分嘘、誰がから誰がその嘘つくんですか。誰がだって嘘はちょっと困ります。把握するの難しくないですか。放送的にもね、ちょっと5000分の4、お二人うわー、嬉しいです。もう本当ただの噂なんです。本当に噂です。誰が流して噂なの。確かに出どころどこなんだ。あ、そうなんだ。じゃあもう相当すごいスターダストに所属するのとそのサンドリアンさんのオーディションがだから同時に行われてたってことなんですかね。まあ、同時というかそのもう声優部に入ったら、うん、まあ、チームは作ろうみたいな、ユニットは作ろうみたいな感じは最初から多分あって、そうですね、うん、なんか、ね、あの歌唱の審査とかもあったのでオーディションの時に、なんかオーディションの2時が会場での審査だったんですけど、うん、はいはいはい、その時に会場行ったらなんかもう周りが可愛い子ばっかりで、これはそういうことかみたいな。なんで急にピーンってきたんですか。ピーンと来ちゃったねみたいな感じでした。でもなるほどね、声優だけの純粋なユニ、純粋なオーディションではなくて、うん、あ、なんかユニットがありきなんだろうなみたいな。そうだね、歌って踊ってがあるんだなっていうのを感じ取りました、ね、へー、うん、そっか、2時オーディションあって、3時ぐらいまで、3時か最後ですね。そうですね、その日のうちに相当5000人からキャッキャッキャッって絞っていってる感じだよね、3時まで。そうですね、本当もうオーディション、オーディションの間に何時間かの時間が空けられて、その間にこうメールか何かが来て、確かね、そうだったよね。そうそうそう、で、あなたは合格したので、じゃあ次2時に来てください、3時に来てくださいみたいな。じゃあ1日の間で全ての型がつくみたいな。あ、そうですね、そうです。そうか、だから書類して1時で書類送って、2時みんな来てっつって、まあ、何百人か玉集められてて、で受けたら
三次試験でじゃあもう何十人かに絞ってみたいな。めっちゃ運命の日って感じだね。そうですね。そうですね。聞いてるだけでドキドキする。でもそこから一回インディーズの時期があって、はい、でそれを、さっきの資料によると6年ぐらいインディーズの期間があって、はい、2023年にメジャーデビューっていう形だよね。はい、そうですね。長いですよね。長い。いや、がある声優ユニットってすごく珍しいと思うんですよね。確かに、うん、新しい。そうですね。でも下積みが長いからこそやっぱメンバーとのこう関係性が築かれてて、うん、結構仲良しユニットなんじゃないかなっていうのは思ってます。素敵。もともとはお互い全く面識がなかったってことですよね、オーディションされて。そうですね、確かに全然知らない子たち。じゃあ分かんないけど急になんか偉い人に呼ばれて今日からお前たちがサンドリオンだみたいな感じになったってことですか。まあ要はそんな感じ。そうだね、要はね。要はじゃあ名前はみんなで相談して決めたじゃなくて、その時はそのプロジェクトのスタッフさんが、あ、いや、それが実は結構何個かこう候補をみんなで考えて出したんですけど、全部弾かれてサンドリオンだっていう俺決められて、じゃあそのみんなの出した案は全部ボツになって、ボツなんだね。考えたのに、ま、でもなんかみんなで会議した上で一応決まったのか。そっかそっか、うん、なんかあんま納得はいってないふわっとしてるそっか、そこからもう晴れてメジャーデビュー。なんか違いとかって活動してる上でなんか感じたりすることはあるんですか。でもやっぱ大きな違いはこう主題歌を任せていただけるようになったのと、うん、とあとはやっぱフェスにめちゃめちゃ昨年出させていただいて、それもすごく大きかったなって思ってます。なるほどなるほど。気持ち的な面ではでもやっぱりファンの方との距離感はずっと近くいたいなと思うので、あんまりこうメジャーに行ったからこうあんまり距離が離れちゃうとかはやっぱ寂しいなと思うので、これまでと変わらず、うん、まあ、感じていきたいなって思ってます。いや、それを大切に思ってくれてるんだなっていうのを本人たちの口から聞けるのがすごい嬉しいですよね。応援してる皆さんもね、そんな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 照れちゃってしなっちゃったらいいな。なるほど。さあ、そしてですね、ここでお便りが今差し込まれてきたんですけれども、はい、ゲストネーム斬新斉藤さん、斉藤さんからいただきました、うん、ありがとうございます。遠山さん、小峰さん、塩入さん、太一さん、こんばんは。こんばんは。皆さんはアーティスト活動もしてますが、うん、アニメとのタイアップのお話ってどのタイミングで聞くことが多いですか。でもこれまで2作品メジャーに入ってからさせていただいたんですけど、その2つはバラバラでした。1回目のタイアップ任せていただいたテンタイズはもうアニメ作品、結構前、デビューの楽曲を作る前、うん、一番最初のレコーディング、うん、あ、そうなんだ。で、うん、結構前からこう作ってっていう感じ。確かに、早くてスタートが早いよね。早かったですね、本当に。でもサニーキャンバス、今回その出させていただくサニーキャンバスは割とキンキンだったような気がして、うん、これ話していいのかしら。ダメだったらカットするから、ね、あ、いいんだ。全然そんな1年半より前とか1年前とかではなかったと思います。なんかそういえば次のシングルなんですけど、ワンルーム日当たり普通停止付きのエンディングテーマに決まりましたみたいな感じでポンと言われて、ね、みたいな感じ。今回はそうだった。じゃあなんかこうすごいもう重々しい会議の場で皆さんの次のタイミング決まりましたとかそういう感じじゃないではないです。なかったです。結構そのポップなスタッフさんが多いので、うん、本当決まりました、欲しいみたいな。あ、ポップ1です。あのポップ来てくださっております、はい、ポップな方です。本当だ、ポップだそっかそっか。やっぱ嬉しいよね、タイアップ決まりましたって。めちゃくちゃ嬉しいね。嬉しいです。やっぱりこう作品の彩る一つになれればいいなと思ったり、あとはやっぱ作品側からこうお客さんが私たちの方にも来てくださったら嬉しいなという、そうだね、思いもあります。出会いがいっぱい。そうですね。なんかこう楽曲制作をするにあたって、なんか声優ユニットっていろんな取り組み方があると思うんですけど、サンドリオさんの場合はどういう風に作ってってるんですか。でもタイアップ
ップ作品以外は割とこういう曲が欲しいですとか、うん、あとまあ常々なんか次こういう曲欲しいとかも話してますよね。話します。なんでしおりさんが不安になったんですか。結構私たちからこうじゃあ次はちょっとこうクラップみんなでできるような曲が欲しいなとか、結構具体的だ。そう、具体的に結構あのポップな方々にお伝えしてでちょっと今度こういうのどうですかみたいな感じで聞かせていただいて、あすごい素敵ですとか、うん、そういうのは結構カップリング曲とかには、うんうん、私たちの意見が反映されてる。いいです。なんか楽しいね、うん、そうやって作っていけるのって、うん、その他の声優ユニットさんとその差別化してるところとかって、うん、じゃあご自身でご意識されてたりするんですか。でもそれこそメジャーデビュー前が結構なんだろう、こう声優アーティストっぽくないというか、うん、なんて言ったらいいんですかね、こういわゆるアニメのアニメソングとかそういうジャンルとちょっとまた違う、うん、なんだろう、おしゃエモロックみたいなとかを結構歌わせていただいてたりしたので、でなんかそれをコロンビアさんのスタッフさんがあの知ってくださって、なんかサンドリオンって面白いじゃんみたいな感じで思ってくださったところからメジャーデビューにつながったりしてるので、なんかそうですね、意外とこう楽曲はいろんなジャンル歌いつつ、うん、結構他のユニットさんとまた違ったジャンルなんじゃないかなって思ってます。 J-POP 寄りって感じなのかな、うん、ですかね。 J-POP 系ももちろんあるし、うん、そう、まあ、ザ・アニソンみたいな曲もあるんですけど、うん、なんかお本当おしゃれもロックみたいな私ね今回こうやっておしゃべりさせてもらえると思って、うん、いろいろ YouTube とかで見させていただいてたんだけど、FAQ っていう曲がすごいかっこよくて、 あれはおしゃエモロック。そうじゃん、おしゃエモ、おしゃ曲、おしゃダンスナンバー、おしゃダンスナンバー、すごい振り付けもさ、そうなんです、結構踊ってるんです私たち、すごい踊ってるんですよ、ね、立ち位置もコロコロ変わって、うん、そうなんです、うん、本格的。どれぐらい練習するんですかそれって。練習、まあ、1曲をじゃあ作り上げましょうってなったら本当1日で振り付け終わっちゃう時もあれば、まあ、2、3回に分けて終わる時もあるんですけど、なんかワンマンライブのじゃあ瀬戸り全部決めて、もうその構成組んでいこうってなったら、リハーサル1日リハがある時って何時間だあれ。そんなにやってる？ちょっと盛りました、ごめんなさい、とても盛りました。体感8時間ぐらい、体感8時間みたいな。でも確かに昔はでもそれぐらいやってたか。そうだね、昔はなんか週5でレッスンがあったんですよ。週 5？ そう、週5で、まあ、ダンスとお芝居とみたいな感じでいろいろあったんですけど。そっか、そうだよね、そこからだってデビューに向けていろんなレッスンがあって、合格してからもう週8で会ってる感覚で、本当毎日会ってて本当にもうね毎日、しかも1日も長いから、もう長かったですね。これは声優ユニットっていう今回テーマでやってますけど、この濃密さはなかなかトップレベルの濃密さだと思います。遠山さんも、まあ、声優ユニットで、まあ、いわゆる作品ありきのものもあれば、はいはい、まあ、あのなんですかね、キャストさんありきと言えばいいのがあったんですけど、どれぐらい練習されるものなんですか。そうですね、作品派生だとやっぱりこう事務所もバラバラだったりするのもあって、スケジュールがねなかなかみんな揃ってっていうの難しかったりもするんで、なんだろうな。でも例えば私がソロでライブを1本やりますって言ったら、リハーサルは 5,6 回なんですよ。でもこの間ファイナルライブを迎えたマクロステルタというアニメから生まれたワルキューレというユニットは、25回ぐらいリハーサルをしました。25回どれぐらいの期間で。1ヶ月2ヶ月ぐらいかな。でもこれって多分あの作品発生のユニットだとかなり多い、かなり多いと思います。まあもちろんメンバーは入れ替わり立ち替わりですけど、それだけあのスタジオを抑えてこうダンス経験があったりなかったりっていうのもバラバラだから、このメンバーは振り付けパッと覚えられるけど、この子はしっかり時間をかけて丁寧にやっていかなきゃっていう、その足並みをね揃えるために回数も必要だったりするので、でも最後にはみんな同じところに到達しないといけないので、そこがね、その声優ユニットって一口に言ってもメンバーの今までこう何を通ってきたかっていうところでもね、確かに。でもサンドリオ
さんは どうなんですか、結構コンスタントに集まれてる感じなんですか。じゃあ週に1回はレッスンが毎週だいたいあって、うんうんうん、でそのライブ前とかになると、まあ、数が増えるかなっていう感じ。そうだね、なるほど、うん、なんかレッスンっていうのもいろいろあると思うんですけど、うん、その例えばライブ前だったらそのライブでやる楽曲を集中してやると思うんですけど、うん、ライブがない期間も集まっているその週一のレッスンっていうのは、うん、基礎練みたいなことなんですか。そうですね、基礎練やる時もあれば、うん、今ある楽曲を固める、ダンスを、うん、よりこう固めて、来るべき機会のために、うん、とか。でも本当にもうじゃあ大きなワンマンライブ終わりました、で今日何しよっかみたいな日、うん、何するんだろうなみたいな日は本当ただ踊っている時とかも、何の曲で、そのダンスの先生がいらっしゃって、うん、ほんと J-POP の曲をその場で振り入れしてみたいな時もあったね。最近もうね減っちゃったけど、ダンススクールのやり方だ。そうちゃんとしたやダンススクール。そうです、本当にバリバリあのヒップホップの、すごいいいな、うん、いいないいな、楽しい楽しいです、ね、それもそれで、うん、どんどんそうやって自分たちの曲だけじゃない曲からもエッセンスをもらうことによって、うん、なんかいろいろ本当にベースが上がっていく感じ、うん、自力がついていく感じ、だといいですね。そうですね、そう、そう、はい、なんかもういろんな声優ユニットのあり方はあると思うんですけれども、はい、サンドリオンさんの成り立ちがすごいよくわかりました ね、 ね、うん、でもお話伺ってる感じ、そのこれが声優ユニットなんだってみんなが思うっていうよりかは、このサンドリオンさんの取り組みはかなり丁寧で、時間をかけてあの真剣にやっぱりその育成もしてくださってて、かつメンバーの意見もこうちゃんと聞いてくれて、あのアーティスト本人の血の通ったなんか音楽活動されているんだなっていう、そういう個性みたいなのがかなり伝わってきましたね。嬉しいです、手作り感のあるユニットでやらせてもらってます。手作り感いや、いろいろ楽しみですね。はい、はい、はい、といったところでお時間となってしまいました。ありがとうございます。では遠山さん、最後に今回のまとめの一言をお願いします。はい、声優ユニットの裏側はいろいろある、だけどサンドリオンさんをみんな推すしかない。以上、声優業界の裏表でした。声優ラジオの裏かぶり、続いてはこちらのコーナーをお送りします。ゲストさんは聞かれたい？このコーナーはリスナーの皆さんからゲストさんへの今さら聞けない質問やこんな裏話を聞きたいといったお便りを送っていただくコーナーです。今回はゲストに小峰としおちゃんが来てくれているので、お二人宛に皆さんからの様々な質問を読んでいきたいと思います。どうしても答えづらい内容だった場合は太一さんが答えてくれるので、わ、ありがとうございます、ありがとうございます、ご安心ください。はい、そんな答えづらいのやつ来てないんで、みんなめちゃくちゃいい質問来てる。そうですよ、嬉しい。そうなのね。では最初のお便り行ってみましょうか。ラジオネーム定規屋さんですね、ありがとうございます。なおぼ、太一さん、そしてゲストのあみちゃんとしおちゃん、こんばんは。こんばんは。さて、サンドリオンさんといえばもう3年ほどユニットのラジオをされていたり、あみ、うん、ちゃんはソロでのラジオもされてますね。はい、もともとサンドリオンさんはニコ生のスタバがスタートではありますが、うん、お二人はそうしたトークをすることにはすんなり順応していけた方でしたか？数々の声優ラジオを担当してきたナオボーも、それこそ第1回で話されていたように初期の頃はうまくいかず泣いて帰ったりされていたそうなので、かつてのお二人はどんな感じだったのか非常に気になりますと。スターバーっていう番組があったんだね。そうですね、それこそ本当最初の本当に初期サンドリオンができたてほやほやの時にみんなにこうお披露目じゃないけど、うんうん、お披露目の場、まあ欲しいよねってなって、配信だったら一番お手軽というか早いよねってなって作られたのがスタバっていう番組なんですけど、うんうん、そうね。どうだった？私は本当に喋れなくて、でも結構周りのメンバーがその部分がすごく上手だったので、うん、それを見て学んで
ていう感じでした。すごい私一番年下なんですけど、なんかお姉ちゃん助けてみたいな感じの気持ちで最初はやってましたね。そっか、頼られていたお姉ちゃんである小峰はどうだったの？頼られてたのかしらって感じなんですけど、私はまあなんかマイワールドでこう動きしゃべりしてしまう人なのであれなんですけど、なんか言葉のセンスとかがすごくて、ポンと出てきたワードがすごく面白かったりするので、やっぱそれすごい天才だなって思います。最初の頃から、うん、いや、うん、そうですね、私はなんか良くも悪くもあまり変わっていない、初期から変わっていないと思うんですけど、そう、本当それこそメンバーに、まあ、私も含め黒木ほのかも関西人で、関西人2人いるんで、うんうん、やっぱなんか多少そのおしゃべりマシーンというか、向いてるんだ、ちょっぴりこう話も早くてとかで回してたりしたんですけど、本当アスカは最近になってってちょっとごめんなさい、あのいいよ、もうよく喋るようになった、本当嬉しいです。じゃあお姉ちゃんって成長、ね、感じるんだね、うん、まだでもまだ頑張ってる途中です。でも今日もすごい楽しそうにいっぱいお話ししてくれてたから、そんな時期があったなんてすごい意外。いやもうなんか本当に何喋ったらいいかわからないし、タイミングも読めないしみたいな、最初本当ひどかった。それも私たちその関西人が早いじゃないですか、そうなんですよね、僕らもすぐせっかちなんで、もうガンガンいっちゃうんですよ。そうなんですよ。でそれでまあもう性格もおっとりだから、うんうん、アスカはその入りにくいんですよ。私たちもちょっと結構圧強いんで、あそっかガンガン大縄跳びのタイミング探るみたいな。そうです本当に。そう。そう、でも最近はねよく入ってきてくれる。いや今日とかはね全然そんな感じなかったんで。本当ですか？そうですもう。いやすごいっていうか、もうめっちゃマイワールドで。なんか動きが面白いなと思ってずっと見てたんですけど、ちょっとカメラないの残念なんですけど、なんかこう動きが良くて、あら、なるほど、そんな変遷があったんですね、はい、では続きまして、丸いサイコロ様からいただいた、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。サンドリオンの皆さんにはメンバーカラーがあるようですが、うん、そのカラーはどういった経緯で決めたのですか？希望の色が他のメンバーと被ったり、確かに、うん、実は別のカラーが良かったんだよな、なんてことはありましたでしょうか？ほんとね、あのさっき話したスタバで決まったんですよ、これも。番組の中で決まったんだ、はい、そうです。ドリフト？ドラフト？あ、ドラフトドラフトドリフトは恐竜になっちゃいます。全然違う。ドラフト会議ね、野球とかでよくやるやつ。そうです、そうです。でちょっと決めさせていただいて。ドラフトっていうのはつまりどうやってやったの？色をまず、じゃあ何色が必要なんだっていうのをこう並べていって、いわゆるアイドルユニットさんとかでよくある色ってこういう色だよねっていうのがあって、うんうん、小峰さんが赤、赤、塩入りさんが紫ですよ ね、はい。でも本当、じゃあ私はじゃあ赤がいいって言って、うん、それでじゃあ被ったらファン投票みたいなだったかな、だったと思います。だったな。かぶったんですか？それは私最後確かもよちゃんと、あ、多分最後残ったかなんかかぶったかで、ここがで私が赤を勝ち取ったんですよね。確か赤が似合うぞって、本当に赤がいいですってずっと言ってて、そのもよちゃんはどうなったの？でもよはそこから最後の最後まで残り緑になった。あ、全然違う。じゃ小山さんは結構残ったやつ、これもダメあれもダメで緑だそうだった気がする。今思うと、うん、緑はもよちゃんしか無理です。へえ、なんかなんで？緑っぽい、だって北海道で、うん、そうだよね、まあ、緑ですよね。緑だしで、リーダーなんですよ、ね、小山桃江ちゃん。リーダーってちょっと赤のイメージやった。いやでも緑リーダー、そう、言いやすい。緑リーダー、いい言い方だ。確かに赤リーダーは違うな、紫リーダー違うな、オレンジリーダー違う、緑リーダー、それだ。それなんですよ。なるほど、初めて聞いた。はい、ということで、はっとり馬でしたね。はい、以上ゲストさんは聞かれたいでした。ではここで1曲お送りします。曲紹介をお願いします。はい、テレビアニメワンルーム日当たり普通天使付きエンディングテーマ、サンドリオンでサニーキャンバス。
ジオネーム八つけ様からいただきました。声優ラジオリスナーの裏表。海外リスナーが書いたメールの日本語が綺麗で感動する。よく勉強されてるんですよね。いやめっちゃちゃんとしてるんですよね。好きこそものの上手なあれですね。ね、すごい。声優ラジオの裏かぶり。お送りしてきました声優ラジオの裏かぶり、そろそろお別れのお時間となりました。ここで声優ラジオの裏表からお知らせです。アニメ見てね、声優ラジオの中の人見てね。さあというわけで第3回お送りしてきました。すごいサンドリアさんの紹介の時あんなにちゃんとしてたのに、はい、いやだってね、もうこの番組はアニラジと思いきややっぱりアニラジではないかもしれないっていうことが今日よく分かりましたものね。本当楽しかったですね。ね、お知らせはさっくりめでございますが、でもねゲストの小峰とひよちゃんに、まあ、番組の感想とそれからお知らせもね、はい、お願いしたいなと。ここは行きたいと思うのでしっかりやってもらいましょう、はい、感謝です、はい、ありがとうございます。お願いします。いやもう本当に足りない、時間が足りない。めちゃくちゃ楽しかったです。もうまたこうして皆さんとお話できる時を楽しみに、ぜひぜひ生きていこうと思います。呼んでください。ぜひ本当にありがとうございました。ありがとうございました。しょちゃんどうだった？はい、もう私もめちゃめちゃ楽しくて、なんかあのたくさん褒めていただいたりもして、なんかとっても嬉しい経験でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではお知らせもお願いいたします。はい、テレビアニメワンルーム日当たり普通天室機のエンディングテーマサニーキャンバスが現在好評発売中です。リリースイベントもありますのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてフィロソフィーのダンスさん主催対バンツアーライブシナジー大阪公演にサンドリオンが出演します。6月の20日20日木曜日ですね。会場がヨギボーメタバリーで、会場18時半開演19時です。大阪の皆さんぜひ遊びに来てください。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。詳細はサンドリオンさんの公式サイトや公式 X をぜひチェックしてください。ということで、まあ、なかなか同クールに放送している他のアニメのタイアップ曲を宣伝するアニラジってねないですよ。もう史上初じゃないですか。やっぱアニラジじゃないんだ。何ラジなんですか。ラジオいやラジオですね、確かにシンプルにねえ、いや本当画期的な番組です。嬉しいです。さあ次回は5月28日火曜日の20時にご覧の YouTube チャンネルにて配信となります。ゲストさんは未定です。果たしてこの番組にさらなるゲストさんは来てくださるのでしょうか。各コーナーへのお便りもお待ちしております。詳細は動画の概要欄をご覧ください。というわけでここまでお送りしたのは指先めくる役遠山奈緒とアシスタントの芸人太一とゲストのサンドリオンの小峰亜美と千代入飛鳥でした。楽しかった。声優ラジオの裏かぶりは声優ラジオの裏表制作委員会と日本コロンビアの提供でお送りしました。